その最初に2つのドールメイキングっていうのとそのメンズのショーっていう2つの要素を発表するっていうので、まず自分のアイデアとしてなんかそのイタリアのお城でやりたかったで、お城をでなんかそういうのが両方できるようなスペースっていうので、探してもらって、で下見に去年来て、一番なんかこう、なんて言うんだろうな、バランスが良かった場所で、歴史もあるしっていう理由。やっぱいい面もあるし悪い面もあるんで、だからその自分で一生懸命こう吸収するっていう、インターネットがない時代よりは何でも情報が手に入るんで、まあ物もそうだし、だからなんかその物の価値観みたいなのはもう下がってしょうがないと思うんだけど、でもそれ以上に多くのものを吸収できる可能性もあるんで、まあそういう影響は、まあいいにしろ悪いにしろ多分あると思う。ファッションではその最近の自分のスタイルとしてはそのファンクションの部分というかをすごく重要視してるし、やっぱ自分が着るものとしてもそういうテクノロジーの今の発達してる要素を絶対取り込むべきだと思うし、まあ着て着心地が良かったりとかそういう面で言ってもやっぱり必要な部分じゃないかなと思う。まず今回 の, そのテーマのピーター・ラムスさんの言葉とかも含めて、そのやっぱりさっきから言ってる通り、その無駄なものを省くとか、自分たちができることをやるとか、なんかそういうミニマリズムみたいな精神っていうのがやっぱり今の時代というか自分にとっても、それが必要なことだと思って、でそれを、彼の言葉とかその哲学とかを読んでる時にやっぱり、あそうだなって、やっぱ自分も、そういう、より少なくより良くっていうか、だから本当ミニマルなシステムで気持ちでやっていくっていう、なんかその質素な感じっていうか、そういうことが今の時代必要なんだなと思って、それを今回スタートで、まあ、デザインにそれがどこまでできるかっていうのはちょっと、まあそんなできてないんだけど、これからのその自分がやっていく上で結構重要なポイントになるんじゃないかなと、その言葉をそう思う。